あと何分喋ってるんですか、僕は。持ち時間何分かな。5分ぐらいでいいや。5分ぐらいでいい、ね、一生懸命書いてる人ね、今何やってるかっていうとですね、財務省に抗議してます、ね、財務省に普通の人が抗議してるというね、珍しい絵面になってますからね。まあ見てわかるようにね、右翼でもありません、左翼でもありませんね、ましてや三原発でもないです、僕たちはね。そういう人たちが今何をやってるかっていうとですね、財務省に対してね、まあこれは本来は政治家の人が決めているんですけれどもね、その手先となるべき財務省に向かって消費税反対って言ってますからね。とりあえずはね、これは僕たちは今悪の巣窟自民党にもね、消費税反対TPP やめろと言ってます。悪の巣窟自民党にもね、ね、わかりますね。それの手先となってるね、要はね、こういうね、役所に対してもね、僕たちは文句を言わなくちゃいけませんね。それはなぜかというとね、例えば新聞とかね、あなたたちの好きな日経なりね、あるいはテレビ、NHK なんか見たって国民の声っていうのは一切聞こえませんね。国民の声っていうのはね、多分ね、90% 以上がね、黙ってるんですよね。黙っててね、それでね、大きい声の人だけ取り上げれてしまうんでね、それでしょうがなく僕たちも今日は拡声器を持って大きい声で喋ってますからね。わかりますかね。ね、こういうのはね、本来は政治家に言っています。それなんでね、僕たちもね、政治家の事務所に抗議をしたりね、あるいはファックスを鳴らしたり、電話をかけたり、メールをかけたり、会って文句を言ったりとかしてます、ね、ただね、だからそういう中のね、あなたたちが財務省ね、今日は財務省さんに言ってますからね、財務省さんが出す数字とかが全て元になりますからね。それなんでね、ちゃんとした数字をね、作ってほしいなということでね、来てますからね。わかりますね。さっきの人なんかね、なんつったってこの財務省の建物まで新しくしてしまえと言ってますよ。ね、よかったですね。財務省さんのね、建物もね、確か前僕が入ったとき床にスラッと入ってましたしね、壁に細かいスラッと入ってました。ね、あれは直したんでしょうかね。同じ頃ね、入ったね、文科省もひどい状態でしたからね。あとはね、皆さんの働いてる机の下の資料、ね、知ってますよ。もうね、机の下資料だらけで椅子が中にしまられない、ね、そういうのがね、あなたたちのね、働く環境でね、実は地方に行っちゃった方がね、面積が広くなるしね、待遇は良くなるんでね、嬉しいんだけど、やはり霞が関にいたいっていうことでね、皆さん頑張ってると思いますからね。まあこういうのがね、普通の人です。ね、わかりますね。僕たちは普通の人が普通に喋ってますからね。今ね、今ニコニコ動画というところでね、やっていたらね、財務省のね、通用門はね、文科省側のね、方から出てくるからね、そっちに向かって喋ろうって言ってる人もいるんですけどね、まあそこで喋ってればね、大体通る人はね、皆さん財務省だったりね、いろんな各省庁の人たちなんでね、それなんでね、その人たちによく聞こえてるかと思って喋ってますからね、わかりますね。私たちは今日はね、これだけ少人数です。ね、私たちはね、決してね、たくさんで日照機持って振り回しません。今も1本しか立ってませんからね、わかりますね。この日照機の意味もね、それは私たちが日本人だからですね。と、うん、いうことでね、日照機を持っています。ね、そして右翼じゃありませんよ、わかりますね。ただね、右か左かって言われたらね、ちょい右の左側って言ってますからね、わかってますね。でね、財務省さんもね、まあこの声も建物の中には聞こえてると思って喋ってるわけなんで、とにかくね、消費税上げることにはとりあえず反対しています。とりあえずですからね、僕なんかはね、やはりね、景気が上がったらね、やはりこれからのね、税制をね、根本的に見直してね、まあまともなサラリーマンからしっかり取ってもらってね、それ以外ね、すべてに対してね、ある程度ですよ、その平等であると思われる消費税に対してはね、私は特に反対していません。ね、ただね、それをね、小刻みに上げられると困っちゃいますね。計算するのが面倒ですからね。もう昔のね、0から3になった時の大変さ、3から5になった時のね、大変さ、ね、おじさんよく覚えてますからね、特に年度またがっちゃった時にね、どこの時点でね、頭を取るのかでね、すごい揉めました。
ね、それと同じことがまたね、5からね、7とかね、7から8とか、そんな小刻みにやられるとか困りますんでね、もともとね、日本の景気が上がってね、それからね、消費税上げてもらいたいと思いますね。逆に言ってね、景気が上がったら他の税収が上がるんでね、消費税なんかなくなってきてもね、良いんじゃないのかなっていうね、感じになるのかと思いますよね。まあ、もともとがね、消費税のね、成り立ちっていうのを皆さん忘れちゃいましたからね。もう元々ね、目的税的にね、使おうって言ってたんですからね。それをね、僕たちはまだまだ覚えています。ね。まあね、今日はね、ちょっとね、これぐらいの時間でね、やめなきゃいけないということなんでね、またね、ちょっと反対側にね、ちょっと抜けてね、ちょっと知り合いがいるかな、仕事。こら反原発さっきな君たちのな、別動隊のな、レーシスト芝木隊の小僧が取ったぞ。お前らそれは、俺らがな、向こうに向かって文句垂れてたからな、ここにな、反応してな、俺たちんとこ来たぞ。反発すんなっつって。おい反原発小敷天と村、お前らの、な、レーシスト芝木隊はお前らの別動隊だろ。お前ら、この前デモの時にな、ペットボトル、乾電池、な、缶コーヒー、投げ込まれたぞ。ちゃんと教えろ、お前ら。投げ込むのはな、石と火炎瓶投げ込めとな。わかってるか、そこの成田闘争の行き損ない。な、今な、わざわざ行き損ないって言ってんだからな。死に損ないじゃねえんだから、お前らな。生きてるんだからな。わかってるか、お前らがな、前にな、千葉県警、な、千葉県警なんかにな、投げつけたな、火炎瓶の外科で教えてやれ。な、わかるか、レーシスト芝木隊の中のな、小僧なんかもな、火炎瓶投げるのが書いてあったんだからな。ちゃんとな、君たちが由緒正しいな、60年前から投げていた火炎瓶投げろ。な、それぐらいな、教えてやってほしいと思ってね、今ちょっと向こうにね、言ってますからね。向こうの今角にね、半原発の人たちがいます。で、半原発の人たちがいますのでね、またね、10月にね、総理が、消費税の、増税するか否か、そういう判断をすると思いますので、それまでね、また財務省で、財務省前でお騒がせすると思いますけども、ちょっとご迷惑をおかけすると思います。ね、財務省、霞ヶ関でね、働いている方々、そしてね、警察などのね、所轄のね、麹町署、ね、とかに、ご迷惑かけると思いますけども、またね、これだけはね、まだ未だにね、させるわけ、増税をさせるわけにはいきませんので、ぜひともね、安倍総理の私たち国民の声をこうやって上げていって、今ね、増税の金をなんとかね、食い止めて、増税しようというね、圧力を食い止めて、安倍総理にね、安倍総理にはね、未来に向かって明るい決断をしていただきたいと、そういうことでですね、また、外線を、こうやって抗議外線をしたいと思いますので、今日はね、とりあえず終わりますので、どうもね、お騒がせしました。どうもありがとうございました。警察の方々も、ありがとうございました。終わります。結局再開してねえのかな。あ、再開してる。すいませんね。ちょっとね、七七さんとかね、パフさんが面白い話してくれたんだけど、ちょっと入らなかった。いや、そういうことでね。これから撤収作業入りますんで、ありがとうございます。